この黄金のトンネルを掘りましょう。魚河岸発祥の地。ということで今日はいつものおなじみの釧路川ぬさまい橋から重大発表をしたいと思います。実はですね、私約2年半にわたってずーっと乗り続けた愛車クロスビーをですね、今回手放すことになりました。というかもう実際手放しました。まあ、かなり乗り心地も悪くはないし、特にね、燃費はもうやっぱり北海道を走ると18とかね、マックス19を超えるぐらいの感じにはなったので、すごい燃費も良かったんですけれども、まあ今後ね、ちょっと車中泊を中心にした旅を展開していきたいなと思いまして、それ用のね車を買いました。まああとはね、まあ最初ちょっと手放すかどうか迷ってたんですけれども、下取りの査定をしてもらった時にね、ちょっと予想以上に高値がつきまして、まあ自分が思ってたのより 1.3 倍ぐらいの値段がついたので、だったらまあ今年のね9月で車検が切れるということもあって、それまでに手放した方がいいのかなということで、今回売る運びになりました。そして新しい車はね、またおいおい発表紹介していけたらいいなと思います。まあ当然車中泊仕様のなんで、ちょっと大きめの車を購入しました。値段はねまたその時にお伝えしたいなと思います。ということで私の重大発表、まあゆくゆくはね、本当に月の3分の2ぐらいは車上生活のような感じで生活していけたらいいなと、そして皆さんに北海道の魅力をどんどん伝えていけたらいいなと思ってますんで、まあそのね、次の車もね、まあ今実際乗って2週間ぐらい経ちますけれども、思ってた以上にコスパいいですね。ということもあって、これからますますね、北海道の魅力ある場所をどんどん発信していけたらいいなと思ってますんで、これからもね応援ぜひよろしくお願いします。ということで私からの重大発表でした。ユリアちゃん最後のクロスビーです。
Thank you.